横横です。そして高瀬です。はい、ということでですね、はい、本日は我々、うん、京都府の京都御苑というところにやってまいりました。イエーイ。でですね、ついにですね、はい、今年も桜の時期がやってきたということでですね、はい、今年の一発目の撮影はこの京都御苑からですねスタートしていきたいなと思います。でですね、今3月の、まあ、まだ中旬過ぎたくらいなんですけど、はい、京都御苑はだいぶ桜の開花が早くてですね、すでに満開になっているという情報をですね、はい、聞いてきたので、はい、今日ここに来ているんですけど、はい、京都御苑にはいくつか、まあ、有名な桜というものがあってですね、まあ、しだれ桜が ね有名なんですよね、ここは。そうで、その有名なしだれ桜も何本かあってですね、今日はですね、そのしだれ桜を中心にですね撮影していきたいなと思います。はい、でですね、今日僕は、もうこの 20mm の単焦点、うん、1本立てに縛ってですね、はい、写真を撮っていきたいと思います。はい、で、たかし君はですね、はい、どうしますか。僕はこの100-400に縛って撮っていこうかなと。なるほど、この100-4001本でいくということでですね、はい、まあお互い全然画角は違うんですけど、はい、まあね、また画角が違うとですね、全然違った写真が撮れて面白いと思うので、はい、お互いそれぞれの画角で頑張って撮ってまいりましょう。イエイ。ということで、じゃあ早速撮影撮影はい、ということでですね、今僕の後ろに有名な一本桜じゃねえな、有名なしだれ桜があるんですけど、まずはですね、あちらの桜の写真を撮っていきたいと思います。でですね、今太陽がちょうどね、こっちの方にあるんですよ、こっちの方で、今から桜の後ろの方に回り込んで、で、20mm の超広角で縦構図で太陽の光を入れながら逆光気味でですね、かつしだれ桜のこの前ぼけを入れてですね、写真を撮っていきたいと思います。なんでこんなところで構図の説明をしているかっていうと、あっちでですね、僕がベラベラ喋ってしまうと、あと周りの人にもだいぶ迷惑がかかってしまうので、それとあと他の方が撮ってらっしゃるね、写真の中に僕が入っちゃうので、ね、今ここで解説しております。ということで、じゃあ早速行きましょう。はい、ということで、じゃあ次のスポットに移動しましょう。うん、結構綺麗やったな、あそこ。また綺麗ね、あんだけ大きいね、あんな大きいのね、なかなかないね。うん、いいともめっちゃおるけどね。ということで、じゃあはい、行きましょう、次のスポット。はい、はい、ということでですね、2つ目のスポットにやってまいりました。で、ここですね、ほら、こんな感じでめちゃめちゃしだれ桜がね、綺麗な場所なんですけど、続いてですね、もう一回僕がここで 20mm でね撮ってみたいと思います。はい、はい、ということでですね、続いて 20mm でね、この桜あるやん、見える、うん、この桜を、メインの主題にしてですね撮ってみたいと思います。で、どうやって撮るかっていうと、このね、こんな感じでですね、下からのアングルで 20mm で撮りたいんですけど、でも背景を見てほしいんですよね。うん、背景がさ、ほら、緑とさ、こっち左が桜、うん、で奥が青空で、すごいバランスが整った背景になってるんですよ。うん、ここを背景をこの構図で、この桜にピントをバッチリ合わせて、うん、で後ろ桜のこの連続したボケを入れながら、ここにねピント合わせて撮ると、それで、ね、ダイナミックなかつ綺麗な構図の写真が撮れるかなと思っております。はい、ということで、じゃあ F はだいたい4くらいまで絞って、そのくらいの設定で、ね、撮ってみたいと思います。はい、F4 で、ライブビューしながらピントで合わせて、合った瞬間に撮ると、うん、こう揺れるからさ、うん、やばいやばい揺れる。まあ、雲もあのいい感じの筋になってて、後ろすんごい綺麗、動く桜が動く。はい、ということでですね、続いてたかしくんが100-400でね撮っていきたいと思います。どっから撮りますか。じゃあどうしようかね。たかしくんが100-400で撮ろうとしております。どうやって撮るん。はい、
まあ、200ミリぐらいで撮ろうかなと思ってて、はい、ということでですね、はい、ちょっと構図の解説していきたいなと思います。縦写真で撮ろうと思ってるんですけど、なるほど、このね手前に、うん、この今ピント合ってるところに、うんうん、真ん中のところに桜があって、はいはい、あれね、はい、でこう下に芝生があるんですよね、で奥にもこういっぱい桜があって、うん、でこの花のとこだけにピント合わせて、うん、F5.6 で奥の芝生と奥の桜たちをぼかして手前の桜を際立たせようという、ああ、いいね、いうことで、うまいね、はい、でまあなんか枝もいい感じにこの桜の下で2つに分かれてるので、確かにあの枝かっこいいな、なんかそうそうそう、なので桜をこう中央に配置して枝が左右に分かれていくっていうのを縦構図で撮ろうと思います。はい、じゃあ次行く、はい、ということで畑又隆くんがなんか狙ってるんですけど、はい、次は何を狙ってんすか。木をバックに、うん、桜をね、桜の白と、うん、木の黒をこう対比させて、うん、背景を黒に潰して、うん、桜だけを撮る。なるほどですね。光に当たっている桜だけを浮かび上がらせようとしてるわけですね。そうです。どんな風か見せてください。はい、こう背景ほとんど潰れてて、なびいてる桜は逆光で、うん、太陽の光に透かされてるっていう状況で、なるほど、こう綺麗、なんか綺麗ですね。これでね、桜を浮かび上がらせて、なるほど、切り取っていこうかなと。そういうことですね。はい。望遠あるある、息止めてて変な声出る。はい、ということでじゃあね、一通り撮り終えたんで、はい、終わりますか。そうだね、ぼちぼち終わりましょうか。はい、ということでですね、はい、京都御苑の撮影をね、終えて帰ってきてないですね。帰ってきてないです。はい、まだ京都御苑なんですけど、はい、なかなかね、いい写真撮れたんじゃないかなと思います。20ミリとですね、100、400、まあ、それぞれ全然違う画角だったんですけど、はい、まあ、それなりにね、お互い工夫して、いろいろ写真撮れて、ね、なかなか良い桜撮影のね、スタートを切れたんじゃないかなと思います。そうですね。はい、ということでですね、まあ、これからですね、本腰入れて、起きている時間をずっと桜撮ろうっていうぐらいですね、そう、桜をね、撮っていこうと思うので、はい、ぜひ皆さん、これからの動画もご覧ください。お願いします。お願いします。はい、ということでですね、はい、こんな感じで今日の動画終わろうと思います。本日も皆さんご視聴ありがとうございました。少しでもよかったな、参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。じゃあもう桜頑張るぞ。